こんばんは。今回 MVP テナの性能レターのでちょっと見ていこうかなと思うんですけど、このキャラはやばいんじゃないかと思って、出る前からわかるぶっ壊れ臭っていうんですかね。なんか、なんかエレノアをメタローとしたら全キャラ死にましたみたいな、なんかそんな性能してるんですけど、ちょっとやばそうな性能してるんでちょっと見ていこうかなと思います。はい。まず、構造属性の方がクレイですね。はい。まあ、クレイで、タイプの方が多分スピードなんじゃないかなと思います。ボレー出た時にエリア広がってたので、多分スピードなんじゃないかなと思います。はい。リーダースキルは分かんないんですけど、オートスキルの方が相手にね GS 封印をします。でこれ条件がちょっとよく分かんないんですけど、初手でみたいな感じの性能なので、まあその何秒間とか、あとは3点取った時点でギアジュ封印が解けてるので、まあ、2点取るまでとかそんな感じなのかもしれません。はい。で、あとは相手にね、ジャストで SS ゲージダメージということで、これはイルハとかが持ってるやつなんですけど、まあ、格ジャスキラーですね。まあ、例えばエレノアとか、あと他だと、まあ、特殊ショットを打つときにジャスト判定になったりもしたりするので、まあ、大体そこら辺もメタったりしますね。はい。あとは千里眼持ってるんで、まあ、相手の SS 溜まり状況がわかりますと。いやー、なんか、もろメタ、エレノアもろメタって感じです。はい。で、次に SS なんですけど、SS の起動は直線です。まあ、SS の起動自体はそんな強くはないかな。弾もめっちゃ速いやつではなさそうなので、そうだろうな。まあ、SS はそんなかな。で、スタミナ150回復で、あとはリアクションバリアってものを使えるようになります。で、これ10回復してるっぽいんですけど、なんか打球消費しちゃってるのかな。なんかそのいきなりマイナス1されてるんで、まあ、10回復と言いながら実質9かもしれません。で、あとはこのキャラね、なんか SSS 打てるんですけど、これが一応一度きりしか使えないもので、まあ打ってるシーン、直接なシーンはなかったので、まあ起動とか打球時効果はわかんないんですけど、なんか奇跡解放っていうモードになるらしくて、コート上全員に血縛り、見切り封印、エリア拡大封印、パラメーター上昇封印を付与します。それに加えて、4打球ごとにウィップショットっていうなんかその変な起動のが打てるんですけど、これをスペシャルを獲得します。で、これいずれオンザラインになるので、めちゃくちゃ得点力は高くなるのかなと思います。はい。しかも見切り見せずに、あとは血縛りもつけてっていう感じ。しかもエリア拡大封印なんでめっちゃ取りづらいですよね。あとパラメータ上昇封印もあるんで足も遅くされるしってことで、いやー、これはかなりやばいな早速出てきたシエラとかいきなり死んじゃったんですけど、これいいんですかこれはい。で、次、特殊状態なんですけど、特殊状態は、さっき言った、リアクションバリアっていうものを、解説していくんですけど、リアクションバリアっていうのは、状態上無効と、あとは空中地面ギミック無効、あとは血縛り無効とか、そこら辺の効果が持ってます。で、一定回数無効化って書いてるので、まあ、何回か当たったら消えちゃうんじゃないのかなと思います。一応、通常打球で1消費、ダイブで3消費とはなってるんですけども、そうだろうな。ギミックに当たった回数に応じても消えるのであれば、まあ、そこら辺バランス取れてるのかな。どうなんだろう。そこら辺は出てみてからですね。はい。あとは急速アップ持ってたりとか、まあ、無難のところは持ってたりします。で、最後に気になる要素なんですけど、まず、見切り封印無効はありません。なので、まあ、ミラーの場合は、どうだろうな。血縛り無効とかはあるので、まあ、ダイブし放題、その、互いにダイブしまくるんですかね。はい。あとは、打球ダメージ固定を持ってるわけではないので、枯らせる可能性はあります。ただ、パラ上昇封印は持ってるので、打球ダメージで枯らすのは厳しいかな。そうだな、ギミック無効をなくしてからのギミックで枯らすとか、そういうことはできるかもしれません。あとは、SS が溜まらずに、リアクションバリアの回数がなんかめっちゃ増えてるところがあるんですけど、それが何なのかなっていう感じです。で、それにつながるんですけど、SSS を打ってるシーンがないので、どうだろうな、SSS の効果で、さっきのなんか、SS が溜まらずにリアクションバリアの回数増えてるみたいなやつになるのかな。その、打ったら試合最後まで、そのなんか特殊状態になるとか、そんな感じなのかな。はい。で、まあ、その、SS 使えなくなるってことは、どうやって、リアクションバリアを回復するのかなとか、まあ、そこら辺の一応謎があったりします。はい。あとは、副属性ストーン無効ですね。まあ、それこそさっき言ったインデックスとか、あとはこれからアルベドの話するんですけど、アルベドとかストーン持ってるんで、そこら辺無効化できるかっていうのが気になったりします。はい。あとは、スペシャルの起動って、まあ、強そうではあるんですけど、まあ、自力で取られて反射とか、あと、アルベドの城壁もなんか高瀬的に当たっちゃいそうじゃないですか。なので、そこら辺で反射とかがちょっと怖いところはあるかもしれないですね。加速反射とかされたら、あれなかなか取るの難しそうなんで、そこら辺が怖いかな。はい。
あとはあのダイブはあの幻想ルチアみたいな感じなので、一応神崎で無効化できると思うんですよ。まあ、あのそれその無効化をさらに無効化されたらあれですけど、見た感じは無効化できそうなんで、そうですね、まあ、インデ神崎とかアルベド神崎とか、そういうなんかスター編成とかは割と出てきそうな感じはしますね。はい。あとは動き出しが早いんで、なんかクイムとか持ってるんですかね。あとは足も速いんで移動速度アップとか、そこら辺とか持ってるかもしれません。あとは雪コート適性持ってるのかどうかって感じですね。まだ灼熱を引きずってるのか、あと灼熱コートはもうなくなったので、まあ、次の雪コート適性になってるのかとか、まあ、そこら辺が気になるかなと思います。まあ、去年とかは灼熱が終わったら速攻で雪になったはずなんで、まあ雪コート適性なんじゃないかなとは思います。で、はい、文字でまとめるとこんな感じになります。あの、じっくり見たい方は一時停止して見てみてください。見てったんですけど、最後にティナの対策になりそうなキャラとか、あとは一緒に新規しそうなキャラとかを予想していこうかなと思います。まずティナの対策になりそうなキャラの筆頭候補としては、やっぱまあアルベドなんじゃないかなと思います。まあスターストームを負けるというのと、あと城壁ギミックがあるんで、まあ、これでいい感じで反射とかしてくんないかなっていう感じですね。あとあの血縛り使うんですけど、その血縛りってアルベド効かないんですよ。まあそれ食らわないので、結構アルベドは対策としていいんじゃないかなと思います。で、次が赤の王とかは、まあエリアが広いので、まあ仮にスペシャル打たれてもまあ取れそうっていうところで一応入れてみました。ただまあ環境的に多分スターキャラが多くなると思うんで、まあ、インデティナとかね、インデエレノとかはまあ継続していると思うので、そうなってくると赤の王はきついんじゃないのかなとは思うけども、一応ティナ単体だったらまあ頑張ればいけそうではあるから、わかんない、その出てみないとわかんないけど、なんか巨人だからなんとかしてくれそう感はありますよね。で、逆に言えば他のキャラはちょっとなんか軒並み死んでそうな感じはするんですよね。まあサクラとかでカウンターとかはあるけども、けどもただ血縛りとか効かないんで、ダイブで捉えちゃったりとかするんで、あ、そうだ、神崎、そう、神崎は、ダイブとか無効化できるんで、そうですね、まあ、インデ神崎、アルベド神崎とか、まあ、そんな感じで一応、新キャラ当たんなくても、抗える可能性はあるかな、とは思います。はい。まあ、それぐらいかな、他に抗えそうなキャラか。まあ、出てからっていう感じかな、まあ、血縛り無効あるから、どうなんだろう、うつろとか、ああ、そっか。血縛り付与しちゃうのか。じゃあ、うつろも飛べなくなっちゃうのか。となると、あれかな。一応、コルネが、まあ、もし、あの、ティナがスピードタイプであれば、パラライズ付与とかできるんですけど、あの感じだったら、なんか、パラライズ無効とか持ってそうじゃないですか。だから、どうだろうな。そこら辺持ってなければワンチャンかもしれないけど。あとは、まあ、カルマのギミックを打っておいて、で、あれを、バリアを枯らして、まあ、血縛りつけるとか、いや、でも、血縛り無効、あ、そうだよね。血縛り無効は、バリアで無効化してるはずだから、まあ、剥がせればって感じなのかな。まあ、そこら辺ですかね。ちょっとパッと思いつくのはここら辺なんですけど、結構瞬間移動とか、結構飛ぶ系多いじゃないですか。それこそ、シエラとか実装されたばっかのにいきなりメタられてさ、なんかちょっと、かわいそうなところはあるんですけど、まあ、バイスとかも結構メタってますよね。なので、結構環境が変わりそうな感じがしますね。はい、次に新規予想なんですけど、新規予想は正直、そんな変わってないかな。前と同じでリリーで予想していこうかなと思います。一応解除と入れ版があるんで、まあ、ミウエにとどめを刺しに来るんじゃないのかなと思います。まあ、とどめっていうか、ミウエ全然まだ1位にいるので、まあ、正直対策がさらに出てもおかしくないんじゃないのかなと思います。で、はい、グラスコートは、自分はこの赤ミラで予想していこうかなと思います。一応空中型の、まあ、ルミエみたいなギミックを出すんですけども、まあ、このキャラであれば、あのダブルスでさ、ルカが今暴れてるらしいですけど、そのルカをまあ、抑えたりとか、あとは他にも空中ギミックって割と通るキャラはいるので、それこそまあ、霞が吸い込まれたとかね、意外と通るキャラは多いので、ここら辺予想しておこうかなと思います。ワンチャンあるんじゃないですか。結構環境適性もありそうなんで、しかもまあ、昔のキャラってことで結構魔改造ができると思うんで、まあ、ワンチャンあるかなと思います。はい、で最後にお忘れなくなんですけど、イベントはこのまあストーリーが終わりますよとか、あとは交換所であれば、まあ、貝殻のルーンがまあもう少しとか、まあ、タワーのルーンもそうですね。あとは、テニスオールのこのゴールド交換とか、まあ、そこら辺かな、交換所関連は。で、お知らせに関してはこの PV 見ようとか、
あとはまあルーレットとかボナトレとかそこら辺のまあタワー関連のものとか、まああとは緑の方がいなくなるので、まあそこら辺要検討とかね。あとはまあドリームチャンスガチャが今ね復刻ガチャとか出たりするので、まあそこら辺忘れずにとか、あーこのガチャも終わるのか、なのでまあ復刻でまあ回したい方はって感じだけど、まあ正直そんなにおすすめはしないですけどね。このガチャはもっと上手いガチャは多分来ると思うんで、まあ待ってもいいかなとは思います。まあこんな感じですかね。まあ最後に無料でも引いて終わりますか。なんかね、ティナの感想とか、あとその他もろもろあればね、コメント欄に書いてってください。あ、間違えた。危ない。チケット使うとこだった。はい、無料の方を引きまして、下の方に行ってもう一個引いて、あ、これ今回で、あ、まだか。更新はまだだから、まああともう数日はありますけど、まああともう少しで終わってしまうんで、まあ引き忘れないようにと。はい。ということでこんな感じで締めますか。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。